はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もあつ森をやっていければなと思っております。ところで皆さん、今月は何があるかご存知でしょうか？そうですよ。あつ森ユーザーにとって運命の日。あつ森単独ダイレクト。あつ森単独ダイレクトがついに今月やってきます。いやー、待ちに待った単独ダイレクト。泣いても笑っても今月やってきますよ。ちなみにあつ森単独ダイレクト、内容について予想するっていう動画であったりとか、あとは具体的にあつ森単独ダイレクト、いつぐらいに放送されるのか、そこについて考察した動画を別途投稿してるんで、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、そちらの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくあつ森をやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。さあ、そういったところで今日はですね、またまたあつ森単独ダイレクトについて語っていきたいわけなんですが、今日の趣旨としましては内容ではなくて、前回のあつ森ダイレクト、具体的にどういった内容だったのかっていうところ、そして飛び森ダイレクト、これに関してはどれぐらいの方が覚えてるかわからないんだけど、その時は具体的にどうだったのか、どういった発表があったのか、そこについて話していければなと思ってます。どれぐらいの方が覚えてるかわかりませんが、前回のあつ森ダイレクト、なんとね、2020年の2月20日まで遡ります。今動画撮ってるのが、2021年の10月なんで、およそ1年半前か。いやー、怖えな。1年半前よ。いや、1年半以上経ってるか。全然実感わかねえ。やばすぎるな。あともうちょいで、2年じゃねえか。はい、ということで、前回のあつ森単独ダイレクトは2月20日の23時に配信されました。こちらの内容につきましては、皆さんご存知の通り、無人島移住パッケージプラン、そこについての具体的な説明であったりとか、あとは島クリエイターについてであったりとか、家具が島に自由に配置できるであったりとか、様々な情報が公開されました。いやー、けどね、あの時は本当に毎日ウキウキしてましたね。あつ森ってどういったゲームになるんだろうとか、あれ？公共事業ってどうなるんだろうとか、ま、いろいろね、思うところはあったんですが、ただ今思うと、あつ森単独ダイレクト、めちゃくちゃ懐かしいですよ。超懐かしいよな。逆に言うと、あれからもう、1年半以上の月日が流れてしまいました。あつ森発売してからは、あつ森単独ダイレクトって、一度も放送されてないんですよね。今年の冬から春にかけて、マリオコラボ、そしてサンリオコラボ、この超特大コラボが2つやってきたわけなんだけど、その時ですら単独ダイレクトは来なかったんですよ。ちなみにマリオに関しては、任天堂ダイレクトでも情報は出てきましたね。ですので、今回わざわざ、あつ森単独ダイレクト、個別の枠が設けられてるんで、相当でかい情報が出るっていうことがわかると思います。以前の動画でもお話ししたんですが、喫茶ハトノスだけでは絶対に終わりません。これだけはかけてもいいわ。それだけでは絶対に終わらないから。では一方で、飛び森ダイレクトの時はどうだったのかっていうところ、この飛び森ダイレクトは、2016年の11月2日に放送されました。その頃からどう森やってるよっていう方ってどれぐらいいらっしゃいますか？もしよろしければコメント欄にコメントを書き込んでいただければ幸いですね。よろしくお願いします。ただ2016年の11月だから、結構まだやってる人、やってた人っているんじゃないかな。まあ5年前でしょ。しかも飛び森の、アミーボプラスってめっちゃ流行ってたから、まあ、やってた方も比較的多いんじゃないかなと思いますね。まあそういった話は置いといて、この飛び森ダイレクトでは、プラトゥーンコラボ、ゼルダの伝説コラボ、そして、モンスターハンターストーリーズコラボ、こちらの3つのコラボが決定したわけですよ。で、それプラス、飛び森が進化して、飛び森アミーボプラスになりました。ゲームのタイトルも、ただの飛び森じゃなくて、飛び森アミーボプラスになりましたからね。ちなみに発売日は、11月の23日。ですので、飛び森ダイレクトがあってから3週間後に発売されたんですよ。さらに大型コラボも発表されたっていうことで、これに伴って、コラボ住民であったりとか、コラボ家具であったりとか、それだけじゃなく、オートキャンプ場の実装、それにとどまらず、新機能であったりとか、新要素っていうものが多数追加されました。確かこのタイミングでユータローも復活したんじゃなかったっけ？確かそうだったと思いますね。いやー懐かしいね。2016年11月、ユータローもこの時にやってきたんですよ。ですので、ユータローに関しては、アミーボプラスで復活したんですよね。まあこれに関してはどれぐらいの方が覚えてるかわかりませんが、そういった話になります。ですので、直近のダイレクト2つ振り返ったんですが、どちらのダイレクトも、めちゃくちゃでかい情報が出てきました。本当にね、目が飛び出るぐらいの、さらにボリューム満点の、そういった情報が出てきたわけなんだけど、見てもらったらわかる通り、単独ダイレクトっていうのは、
そう簡単に放送されないんですよ。紹介映像に関しては任天堂の公式チャンネルでちょこちょこ流れはするけど、ただ単独枠っていうのはマジでないからね。ですのでもしかすると今回あつ森に単独ダイレクトが来るわけなんだけど、飛び森の時みたいに集まれ動物の森プラスみたいな、そういった形になる可能性もあるんじゃないかなと思いますね。まあ、実際に64からゲームキューブに移るにあたって、ただの動物の森から動物の森プラス、そして E プラスっていう名称になったんで、まあ、十分あり得るんじゃないかなと思ってます。さらにプラスになったことによって、新しい新機能新要素多数追加されたわけなんだけど、それと同時に追加のコラボもやってきたわけだから、こういったコラボっていうのも期待できるんじゃないかなと思ってますね。いやー、これに関しては本当に楽しみすぎるな。あつ森単独ダイレクトで、放送時間に関してはおそらく30分から45分間ぐらいになるんじゃないかなと思います。まあ、これっていうのは全てひっくるめてなんで、ただゲームの内容自体はおそらく20分ぐらいになるんじゃないかな。いや、20分はちょっと短いか。まあ30分ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。で、残りの時間は皆さんが待っているアミーボカード第5弾とか、あとは直近の予定の共有であったりとか、そういった関連の情報が出てくるんじゃないかなと思ってます。あとはあつ森グッズも結構出てるからね。そういった宣伝ももしかするとあるんじゃないかなと思ってます。例えば友達ドールとか、あとはカードグミか。そういったのも最近また出ましたからね。まあまあまあいいや、そこについては。とりあえず今日は直近のダイレクト、具体的にどういった発表があったのか、そこで何が変わったのか、そこについてお話をさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。いやーけど、緊張してくるな。苦しいのよ。俺は今めちゃくちゃ緊張してるよ。けどさすがに緊張するよな。だってダイレクトよ、ダイレクト。みんな当たり前のようにダイレクト楽しみにしてるけど、ただダイレクトってさ、さっき話した通り特別なんですよ。普通じゃまずありえないから。だってあつ森発売してから一度もなかったわけなんで、これはかなりの大事件だと思いますね。大型アップデートではなくて、超大型アップデートになる可能性が高いからさ。いやー、なんか手が震えてきたわ。やべえ。手が震えてきたぜ、本当に。だってさ、来週に単独ダイレクトが放送されても、全然おかしくないからな。いやー、楽しみすぎるわね、フランソワちゃん。お、フランソワどうした？これはね、ハルミンなテーブルを作ってるところなの。あ、そっかそっか。今もう10月か。あー、全然実感湧かなかったわ。なるほどね。っていうことで、ハロウィンの季節。ですので、住民に話しかけると、こういった形で、レシピをもらうことができます。そうなんだよ。10月になってから、いろいろ環境が変わりましたからね。まあ、こういった形で、レシピをもらうことができたりとか、あとは、飴を、たぬき商店で買うことができるんですよね。いやー、懐かしいね、本当に。うん、懐かしすぎるわ。で、あとは、カボチャの話もしてくれると。カボチャも触ってないといけないな。懐かしい。去年ハロウィンめちゃくちゃ楽しんだわ。今年もやってくるんですね。逆に言うと、あれからもう1年経ったのか。怖すぎる。あれからもう1年経っただと。全然実感湧かないんだけど。皆さんは実感湧きますか？あれからもう1年だよ。恐怖でしかないわ。あれからもう一歳年を取ってしまったのか。お！そして、10月になったっていうことで、カボチャが前に出てますね。秋らしくなったじゃねえか。けどやっぱりさ、本格的な秋といえば、10月からですよね。9月も一応四季で言うと秋に分類されますが、まあどちらかというと、夏の終わりみたいな、そういった傾向が強いんで、あんまりね、秋って感じがしないんですよ。ただ一方で10月になると、一気に秋だーって感じになりますよね。ですので皆さん、ぜひね、ハロウィン気分を味わうために、飴集めであったりとか、あとはレシピ集めであったりとか、そこをしっかりと10月はやっていきましょう。はい、ということで今日の動画このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。